めぐり、日本への批判を強める中国を牽制しました。処理水の放出に関し、岸田総理は IAEA 国際原子力機関の包括報告書で国際基準に合致しているという結論が示されたと指摘しました。その上で中国に対して科学的根拠に基づいた議論を行うよう強く求めていくと述べました。また習近平国家主席との首脳会談にも意欲を示しました。一方、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮への対応に関しては、日本とアメリカや日米に韓国を加えた3カ国で緊密に連携し、国際社会と協力して対応すると強調しました。岸田総理大臣は18日カタールでタミム首長と会談し、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格高騰を受け、 LNG 液化天然ガスを含むエネルギー市場の安定化へ連携することで合意しました。両者はまた防衛当局間の局長級協議を通じて安全保障分野の協力を深める方針でも一致しました。他にも両国の関係を戦略的パートナーシップに格上げする方針も確認しました。ウクライナ軍はロシア軍が17日夜遅くから18日未明にかけ、南部のオデッサにミサイル攻撃を行ったと明らかにしました。ウクライナ側は穀物の輸出合意を離脱したロシアが穀物の積み出し拠点のオデッサを標的にしたという見方を示しています。一方、ロシア国防省は18日実効支配するクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋に対する11日の攻撃への報復として空爆したと発表しました。またクリミア半島に18日未明、無人機28機によるウクライナ軍の攻撃があり、いずれも撃退したと発表しました。以上、 KBS 京都ニュースでした。